ようです。 YouTube の向こうの皆さんもこんにちは。皆さんこんにちは。こんばんはですね、もうね。こんばんは、おばんです、はい、もうすぐ南三陸町毎年夏の恒例イベント静川夏祭りのライブ配信がスタートいたしました。会場の進行と合わせるためにちょっとねお待ち、配信開始からお待ちいただいたんですけども、大変お待たせいたしました。会場の皆様には4時半からお付き合いいただいてましたが、今回会場の司会と、YouTube ライブ配信の司会を同時進行でさせていただきます、藤田岳と大場玲也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、会場と YouTube と同時進行でやってきますので、両方会場の皆さんにも YouTube の皆さんにも話しかけますので、なんだかちょっとね話の辻褄が合わないようなよくわかんないところもあるかもしれませんが、ごゆるりと見ていただければと思います。はい、ライブ配信の皆様もですね、私たちとしても初めての試みで、しかも夏祭りというこうある意味ハプニングとかなんていうんですか、その場で起きるいろいろなことも含めて、はい、夏祭りとして楽しんでおりますので、はい、もしかしたらちょっとちぐはぐする時間があったりするかもしれないんですが、いいですね、私たちなりに精一杯努めていきたいと思いますので、はい、温かく見守っていただけたらというふうに思います。はい、まあ、いきさつとしてはあれですね、今年の夏祭りは新型コロナウイルス対策で混雑を緩和ということで、町民の方限定のイベントということで開催してますので、会場に来られない方にも見ていただければということで、一般社団法人南三陸研修センターにご協力いただいて YouTube 生配信というのを初めての試みとしてやってみていますけども、まあなんかこう南三陸やっぱりここ10年すごく応援してくださる方が全国世界各地にいらっしゃるので、そういう方にもなかなかねこう今までコロナ云々別として物理的に来れなかった人にも楽しんでいただければと思いますね。はい、きっとこの画面の向こう側に私たちも知っている方々だったり、ね、南三陸が大好きで本当はここに来たいんだけど来られない、自粛してくださってる皆様、あるいは町民で本当はこの場に来たいけれどもなかなか、ね、こう密集する可能性もあるので怖いなと思ってお家とかで見ていらっしゃる皆様にもできるだけこの安心安全にこの夏祭りをお届けできたらなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、で会場もですね、花火も近づいてきてだんだん人の数もものすごく増えてきました。YouTube には映ってないかもしれないですけど、もうね1000人近くいるんじゃないですかね、一時500人超えたっていうのは聞きましたけど、ということで、会場の皆さんにも感染症対策ということで守っていただきたいルールありますし、YouTube の向こうの皆さんにもこういう感じでやってますよということで、レイヤーさんからアナウンスお願いします。はい、今回はですね、夏祭り会場もゲートを設けてですね、皆さん検温とかアルコール消毒とか、名簿に名前を記入していくような形で安全対策を取りながらこの夏祭りを進めさせていただいています。で、YouTube の皆さんにもあと会場の皆様にも、守っていただきたいことなんですが、今年度の夏祭りは町民向けイベントとして開催しております。町内では必ずマスクをご着用ください。食べ歩きや観覧席での飲食は禁止とさせていただいておりまして、会場中央の大きなテント飲食ブース内でのみ飲食可能というふうになっております。食事後に出たゴミはゴミ袋に入れて指定の回収場所までお持ちください。場内のトイレとか、まあ、場内の中にポイ捨てをしないようにお願いしております。その他喫煙される方は場内に設置された喫煙所をご利用いただいております。お手洗いは会場中央のテント脇道路側に面して常設と仮設タイプのものがありますので、そちらをご利用ください。また会場内でのドローン飛行はですね、落ちた時に怪我をするお客様が出てしまう恐れがありますので禁止とさせていただいております。でこのような形で、こちら現場ではやらせていただいているんですが、司会者もですね、こう感染症対策のことで、私たちはマスクをした上で司会をさせていただいております。会場の皆さんも二
にできるだけ聞こえるように頑張って喋っているんですけど、 YouTube の皆さん、 YouTube 配信でご覧の皆様にももしかしたら少し聞こえにくい時があるかもしれませんが、そのような趣旨でマスクをしたままやらせていただいておりますのでご了承ください。なおステージイベントにつきましては、ちょっと YouTube 配信の皆さんから見にくいかもしれないんですけど、会場にお越しの皆さんとはかなり距離を置いてステージコーナーを設けておりますので、出演される団体さんのご判断で、マスクを外して出演されている方々もいますが、そのように配慮しておりますのでご了承ください。以上となります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。改めてになりますが、ステージの前付近がですね、大変混み合ってくるんです。ステージイベントの時なので、なるべく密を避けていただいて、それから必ず守っていただきたいのは、テントの中以外は皆さん飲食禁止ですから、テントの中以外ではマスク着用の上ご観覧いただければと思います。それだけしっかりお守りいただければと思います。それから今回の夏祭りはたくさんのご協賛をいただいて開催することができましたね。はい、そうなんです。本日の志津川湾夏祭りはコロナ禍で本当に開催ができるかどうかも非常に厳しい中、町の実行委員会のみんながいろいろ実現しようと頑張ったのもありますし、非常にたくさんのご協賛をいただいて今日開催することができております。YouTube のご覧の皆さんに関しましては、概要欄にそのご協賛いただいた皆様の、お名前を一覧を載せておりますので、ぜひ見ていただけたらなというふうにあります。はい、この場をお借りしてですが、ご協賛いただいた皆様ありがとうございました。ありがとうございます。なんと300以上の個人や団体からご協賛をいただいて今日実現しているということで、はい、なのでね、この伝統の夏祭りを続けていくということには、町の皆さん、あるいは町外から応援してくださる皆様の温かいお気持ちがあって、あるいは地元の熱い思いがあって成り立つんだなということを、はい、すごい感じますね。会場本当にすごい人で、やっぱぐるって回ると若い人すごく多いんですよね。今回は町民向けイベントということで、出演者も、いつもだったら、例年だったら外から南三陸と応援してくれる皆さんとか、いろんな人を呼んでステージやるんですけど、今回は町民だけっていうことで町内の団体さんでね、やってたんですけど、この配信始まる前には検温部の皆さんが、志津川高校の検温部の皆さんが出演してくれたり、はい、若い子たちが発表の場としてここで楽しんでくれたりしているのを見ると、はい、そういう場があってよかったなっていうふうに思います、ね。浴衣着た小中高生の子たちたくさん歩いてて、すごくやれてよかったなっていう感じが会場では広まってます ね。小さいお子さんもね、ジンベエ来たり、可愛い浴衣着てよちよち歩いてたり、我々ずっと司会なのでなかなかこうお店は回れてないですけど、美味しそうなものもいっぱい出てて ね。お店の皆さんも、もし声が聞こえていたら熱中症対策だけ気をつけて、はい、頑張ってください。とても暑いですからね。はい。では、会場では4組目のパフォーマンスですかね。そして YouTube の皆さんには最初のパフォーマンスとなりますが、次は黒龍会の皆さんが登場してくださいます。黒龍会の皆さんといえば、この、毎年の夏祭りの名物の常夜祭コンテスト、我々復興青年会チームの永遠のライバルですね。私あれですね、一回泣きましたもんね。泣きましたね。黒龍会さんが1位を取りまして、復興青年会が2位だった時に、はい、号泣したことがありましたね。そうでしたね。はい、でも、もう自他ともに認める1位みたいなね。そうですね。もうそろそろ殿堂入りということで、殿堂入りだなって思うぐらい素晴らしいパフォーマンスをしてくださる黒龍会の皆さん、普段は夏祭りで常夜祭コンテストっていう形で何団体か出て、この会場の周りを常夜祭踊りながら、それぞれのオリジナルのダンスで踊りながら練り歩くというのをやってるんですけど、今年はいろいろな観点からそれが難しいということで、殿堂入りの何度も1位優勝を取っている黒龍会さんがステージパフォーマンスとしてその常夜祭を披露していただくということで、黒龍会の皆さんをじゃあご紹介いただきましょうか。メッセージよ。はい、はい、では黒龍会の皆様にご登場いただく前に、黒龍会の皆様からのメッセージをご紹介します。皆様こんにちは、黒龍会です。私たちは2015年から毎年夏祭りに参加させていただいておりましたが、昨年はコロナにより中止になってしまい、残念な思いをかみしめて1年を過ごしました。
今年も中止かと思っていたところに夏祭りが開催されると知らされた時には本当に嬉しく思いました。まだまだ厳しい状況ではありますが、感染対策を万全にして会場にお越しの皆様に楽しんでいただけるように全力で踊らせていただきますので、よろしくお願いいたします。会場の皆様、今日は黒龍会と一緒に楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございます。そして黒龍会の代表の宮川さんからインタビューに応じていただけるということで、宮川さんいらっしゃいますか。黒龍会の宮川さん、はい、よろしくお願いします。こんにちは。今回はコンテストではなくてステージパフォーマンスという形での常夜祭の披露ですけども、まあ、コンテストできなくて残念ですが、お気持ちはどんな感じでしょうか。そうですね、まあ、お祭りがあるだけで良しとしました。なかなかね、コロナ禍でこういう人前でパフォーマンスするような機会もなかなか取れなくなってきてますもんね。そうですよね。ただ毎年僕ら老人ホームとかに本番前に慰問に行かせていただいてるんですけども、はいはい、今日もイリアのデイサービスさんと、ゆいのさつさんの方で、披露させてもらいました。はい、今日は何人ぐらいでのパフォーマンス。今日はそうですね、20人弱ぐらい。黒龍会さんといえば龍が印象的ですけど今日は龍は出てくるんですかね。今日は龍はちょっとお休みですね。龍はお休みなんですね。はいはい、なんかね、我々復興青年会でコンテストで負けた時、龍がいれば勝てたんじゃないかっていう話だったんですけど、はいはい、すみません、申し訳なかったです。黒龍会さんは龍の分得点が高かったという話だそうなので。そうですね、ま、あれ以来封印してますんで。あ、そうなんですね、はい、またじゃあね、コンテストで対決できる時が来るといいですね。そうですね、はい、ぜひお願いします。じゃあ今日はライバルなんで、はい、今日は黒龍会さんのパフォーマンス楽しませていただきたいと思います、はい、準備大丈夫ですかね。 OK ですね、はい、では黒龍会の皆さんによる常夜祭のパフォーマンスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
黒龍会の皆さんありがとうございました。今一度黒龍会の皆さんに大きな拍手をお願いします。YouTube でも配信してましたので、YouTube の向こうの皆さんもたくさん拍手してくれてると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。すごかったね。やっぱ徳安祭の音楽流れると夏祭りだなって感じしますね。そして体がうずくのよ。そう、私たちあの袖で密かに青年会バージョンをちょっと踊ってましたね。このね、床屋祭って踊りは南三陸町合併前の旧静川町時代からある踊りなんですよね。そうなんですね、はい、旧静川町時代に生まれたということで、うん、あの老若男女問わず創作、この音に合わせて創作した踊りを踊るということで、まあ、学校でもね、習ったりするみたいだから。そうですね、あの今はコロナで今回は黒龍会さんだけでしたけど、うん、例年の床屋祭コンテストの時はあの中学生とか ね、うん、全校生徒で出るね、クラス対抗みたいになってますもんね。そうあの部活のコスプレをしたりとかしてね。なので会場の町民の皆さんも音楽を聴いてなんかこう体がうずく感じがしたんじゃないでしょうか、はい、震災後に一回ちょっとねお休みしちゃったんですけど2013年ですかね、地元の高校生たちが床屋祭復活させましょうということで復活させてくれてから、こうやってコロナ禍でできない中でもやってくださる皆さんがいて、うん、ちゃんと続いてるよっていうことで、うん、あの時復活させてくれたみんなありがとうっていう気持ちで、はい、はい、ですね。今ね、YouTube の配信画面もちょっと見てみましたけど、すんごく綺麗な映像でかっこよくパフォーマンス流れてて、うん、アーカイブもね、見れるはずなので、黒龍会のメンバーの皆さんも後で見直してもらえるといいかと思いますし、そしてね、あの画面に映ってる以上に今夕焼けがとっても綺麗。そうですね、あ、見せられるのかな、この美しい夕焼け、うん、あ、見せてくれ、さすがなんかね、こう夕焼けの中で踊ってるのも素敵だったんですけど、やっぱ画面で見る以上に綺麗ですけど、そうですね、8割か9割ぐらいは YouTube でも伝わってると思いますはい、今回はあの、はい、皆様にこういう素敵な景色と南三陸の夏祭りの熱い様子をお伝えできるように、あの腕のある、ね、スタッフとともに、腕のある司会とね、腕のまあちょっと私たちはともかくとしてですね、はい、この YouTube 配信をあの一生懸命やってくださっているスタッフもおりますので、みんなで一丸となって、お届けしたいというふうに思います。はい、で、この後は会場では7時15分から町の戸倉地区のね、伝統的な、なんていうんですか、伝統行事、伝統的な演舞、なんていうんだろうね、はい、あのお盆の時とかにね、はい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 、いつもやっていらっしゃる、まあ、戸倉の、はい、水戸米の獅子踊りが、うん、はい、こちらの会場ではあるんですけど、はい、それまで少しお時間がありますので、はい、その間にあの YouTube 配信の皆様にですね、今日の5時前後ぐらいに、はい、こちらで披露させていただいた元浜七福神舞の様子を、映像で録画、今日やっていた様子の映像です。取って出しで、はい、あの、はい、見ていただきたいというふうに思います。このね、あのメインカメラの背景に映ってる荒島という島がねありまして、そこには荒島神社という神社があるんですよね。はい。はい、あの今日は荒島神社という神社のですね、宵宮祭があって、私もあの氏子青年会の一人としてその神事に参加してきたんですけど、あの宵宮祭の日とこの夏祭りの日が重なるというのがですね、あの震災前の2010年が最後でして、この静川夏祭りはこの荒島神社の、神事というか宵宮祭が起源でこう発展しているお祭りですので、はいはい、まあ、今回夏祭りをするかどうかということもたくさん悩んだ中で、実行委員会の中ではあの逆に宵宮祭の日に重ねて意味のあるお祭りをして、みんなの安心というか、まあ安全とかね、健康とかそういうものを祈願しようということでやらせていただいたので、オープニングの直後に元浜七福神舞を披露させていただきました。その様子を VTR でご覧ください。会場の皆さんは見れないですか。会場にお集まりの皆様、本日7月24日は荒島神社の宵宮祭の日でもございます。先ほど荒島神社の本殿にて神事を執り行ってまいりました。荒島神社には
海にまつわる神様方がたくさん祀られており、海上安全、家内安全を願って毎年神事が行われております。その神事の場で5年前から七福神米の奉納が再び行われるようになりました。震災前はかがり火を焚いた船、かがり火船団を繰り出し、その船の上で本浜行政区の保存会による七福神米を行っておりました。かがり火船団の他にも地域を練り歩いたり、新しくお家を建てたところへ行って踊ることもありました。5年前ちょうどこの場所で行われた海の盆という被災した地域の伝統芸能を一堂に集めたイベントで七福神米を7年ぶりに復活させることができました。衣装は神社の装束をかき集め、道具は手作り、笛も太鼓もない中での再スタートでしたが、本浜行政区出身の若者たちを中心にした5社の氏子青年会のメンバーによって復活を果たし、それ以来5年間舞の奉納を継続してまいりました。昨年はご存知の通り、新型コロナウイルスの感染拡大によって一度は中止という選択肢も考えました。しかし2010年七福神米の奉納を中断した翌年、東日本大震災が発生したことを思い起こし、コロナ禍であっても何とか継続できないかと考え、一人で七役を舞を奉納し乗り越えました。今年この7月24日の宵宮祭の日と荒れ島のお祭りを起源として発展した静川湾夏祭りの日が重なったということは、何かお祭りの原点に立ち返っているような、そんな気持ちがいたします。さあ、それではこれより静川湾夏祭りと荒れ島神社の宵宮祭、この2つのお祭りの重なる夜に導きの意味も込めまして、七福神米をご披露させていただきます。神様方、よろしくお願いいたします。まず白く長い髭を蓄えて三番叟の音色に乗せて踊ってまいりましたのは寿老人でございます。腰を曲げて踊ってまいりました。この寿老人は七福神で最も年上、長老の神様で姓を司り、扇と桃を持ち鹿を携えた姿で描かれるのが一般的であります。扇は難を払い、桃と鹿は長寿の象徴とされておりますが、寿老人も健康、長寿を司る神様で、子孫繁栄、長命延寿、家庭円満をもたらすと言われております。健康長寿の神様、寿老人でございます。おえびす様でございます。漁業の町南三陸になくてはならないこのおえびす様、日本で最も広く知られ最も親しまれている神様でございます。大漁祈願、商売繁盛、厄除け祝福と漁師や商人にとっては大変ありがたい神様であります。豊漁をもたらす漁業の神様、商売の神様、おえびす様でございます。さあ、続いて大きな袋と打ち出の小槌を手に踊ってまいりましたのは、ご存知おえびす様のお父様、大黒様でございます。福の神として親しまれている大黒様は、一度仏になった人が世の人々に福を授けるため再び現れた姿だとも言われております。農業を司る神様で、右手に背負った牛
口での小槌を振ることで人々に福をもたらすとされております。背中に背負っているのは知恵袋、五穀豊穣徳徳開運の御利益がある神様で、五穀豊穣大黒様でございます。長い頭を振りながら踊ってまいりましたのは福六寿でございます。長い頭に長いあごひげ、大きな耳たび、耳たびは巻物をつけた杖を持ち、優しく穏やかな神様であります。福六寿というお名前、幸福の福、身分位を表す六、長寿の寿の三文字からなります。大変徳の高い神様であります。長寿の神様、立身出世、聖徳人望のご利益のある神様です。幸福の神様、繁栄の神様、福六寿でございます。さあ次に大きなお腹を揺らしながら、大きな内輪を抱えながら進み出てまいりましたのはお姉様でございます。美しい笑顔、太鼓腹が特徴的なお帝様ですが、弥勒菩薩の化身とも言われ、笑顔で人々に接する、人格を円満に導く高徳のある神様です。正門来福、千客万来、夫婦円満、日々の生活を見守ってくれる神様で、子宝の神様でもあります。笑う角には福至る、正門来福の神様、お帝様でございます。さあ次にしゃなりしゃなりと鈴を鳴らし踊ってまいりましたのは、七福神の紅一点、弁財天でございます。弁財天は音楽の神様、芸術の神様と言われており、雄弁と知恵を授け、芸能や学問の分野でも成功を与えてくださると言われております。さらには財宝を授けてくれる神様でもあり、金運財運をもたらしてくださいます。また女性の神様らしく、縁結びの徳があるとも言われてございます。音楽、芸能、学問の神、弁財天でございます。鎧を身につけ、矛を携え、いかにも勇ましく待っておりますのは毘沙門天でございます。七福神の中で唯一戦を司る神様、武神であり、その両の足では邪悪な鬼、邪気を踏みつけているとされております。その強さで財宝を守る神様とも言われており、また皆さんの安全も守ってくれると言われております。武道成就、家内安全、交通安全、航海安全の神様、毘沙門天でございます。さあ7人の神様が全員で踊ってまいりました。この七福神舞は7つの災いを取り除き、7つの幸せをもたらす七難即滅、七福即成。たくさんの災いがこの舞によって除かれ、たくさんの幸せが授かると言われております。地域の皆さんからのたくさんの声援があって、この七福神舞を復活させることができました。いずれは昔のようにかがり火船団の復活もという声もございます。これからも地域の皆様とともに、この七福神舞を代々伝承してまいりたいと思います。
ですね、この後出てくる獅子踊りの皆さんが準備がだいぶ整ってきたようですけども、 YouTube の皆さんには今ね5時台に、ここの会場で披露した七福神舞を映像で録画映像で見ていただきましたので、その七福神舞にご出演されていた後藤慎太郎さんにステージにご登壇いただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりの演舞だったんじゃないですか。そうですね、あの去年は、皆様の前でご披露というのがなかったので、ね、はい、ただあの奉納自体は続けていましたので、お祭りとして、はい、なんか荒島神社の中で一人一役つか、今日は一人七役ね、今日は7人の神様を7人の人が演じてましたけど、狭い神社の中で密にならないように7役を一人でされたと。それをされたのが、はい、私ですだから7人揃ってきちっとできたっつうのは、今年は2年ぶり。そうですね、はい、神社の荒れ島、あちょ後ろにね、あちょっと見えないですかね、あの島があって、うん、あの頂上に神社があるんですけど、そこの境内でいつもこう境内というか本殿の中で奉納させていただいてたんですけど、はいはい、とても狭い空間なので、うん、去年はそこで7人の舞い手が舞うのは、まあ、ちょっとやっぱり感染リスクが高いよねということで、うん、一回中止にしようって決めたんですけど、それでもやっぱり舞の奉納自体は続けることに意味があるんじゃないかっていう ご意見があって、でじゃあその7役を踊れる人がいるから、その人に、全部踊ってもらったら密にはならないんじゃないかっていうことで、はい、舞の奉納だけは継続させてもらいました。まあ、苦肉の策的な。弁天様もやったんですか。弁天様もやりました。すごい。それはそれで見てみたかったな。貴重なね機会だと思うんですけど、その様子もね、でも YouTube に、まあダイジェストですけど YouTube に上がってるので見れるんですよね。はい、そうですね。はい、去年の分とかあると思いますので。はい、あの南三陸ナウでは去年の様子もあの神社の方の奉納ですね、取りに来ていただいてたので、はいはい、ね、遡ってもらえればあの 見ていただくことができると思います。本浜七福神舞とかで検索すると出てくるんじゃないですか。そうですね、はい、はい、あのここ実は夫婦なので後藤慎太郎さんっていうのがちょっと恥ずかしいんですけど、あの慎太郎さんはですね有、島神社の総代でもいらっしゃってですねいらっしゃってですね、なんか恥ずかしいですね、あの本浜出身ですので、今回のこのお祭りへの思いとかこの七福神舞を続けようっていう思いもあると思うので、なんか最後にその辺をまたメッセージをいただいて、ああ、いいですね、どうでしょうか。はい、あの元々は七福神をやっていた日に、うん、まあ、花火をあげたり、かがり火センターを出したりっていうところが起源で、はいはいはい、志津川の夏祭りが始まったんだぞっていうふうに伺ってまして、もともと神事っていうのは日付動かないので7月24日に必ずやるっていうことに、うん、何曜日であってもやるっていうことに決まってたんですけど、まあいつの間にかというか、まあ、やっぱり時代の流れで、うん、土日に開いたりとかの方が人が集まっていいよねっていうことで、まあ、神事からお祭りになってきたっていう感じなんですね。そうですね、うん、はい、っていうのがあったのですけど、震災前の2010年と なぜか分かんないですけど、今年たまたまその日が、夏祭りが開催しやすい土曜日と重なって、うん、なんかの巡り合わせかなと思ったので、うん、今年はこの場所で皆さんにご披露する機会をいただけたらなっていうふうに思ったら、はいはい、あの披露するチャンスをいただけたので、うん、本浜の七福神舞継続して踊り継いでいってますよ、で皆さん一日も早く今は疫病退散が、うん、できるように祈りを込めて回していただきましたっていうご報告がお披露目ができたんで、とても意義深いものになったなと思ってます。本当にありがとうございました。はいはい、ということで、本浜七福神舞を披露いただきました。中から代表して後藤慎太郎さんにステージにご登壇いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ステージイベントも早いことで早いもので残り2組となりました。で、七福神舞に続き南三陸屈指の伝統神事の一つ行山流水戸部獅子踊りの皆さんにこれからパフォーマンスいただきたいと思います。
じゃあ、獅子踊りの皆さんからもメッセージがあるそうなのでお願いします。はい、今からじゃあパフォーマンスしていただく獅子踊りの皆様からいただいたメッセージをご紹介します。平成23年3月11日の大震災によって練習場にしていたセンターごと全て、衣装とか太鼓とかが流出してしまいました。諦めていた頃、瓦礫の中から一つまた一つと泥だらけになった装束や太鼓が大勢の人の手によって集めていただき、なんとか踊れる数が奇跡的に揃いました。避難先の登米市で被災者を励ますお祭りで踊ってほしいとの声がかかり、一緒に避難していた子どもたちが披露したときは皆涙を流し、踊りの勇気に子どもたちの踊りに勇気づけられました。その時の様子がテレビで放映されると全国から励ましや支援が広がって、子どもたちを中心に石垣島だったりアメリカだったりフランスだったり様々なところから講演の依頼があり、多くの活動を今日まで続けてこれました。本日も大震災で亡くなった多くの方々のご供養と一日も早い復興が叶うように願って、主に学生たちを中心に若い人たちの力で披露させていただきたいというふうに思います。はい、震災当時ね、中学生だった子たちが中心になって震災のその年のうちに復活させたっていうことでね、すごく印象的なエピソードだなと私も思ってますけども、それでは行山流水戸部獅子踊りの皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おばんでございます。ただいまから獅子踊りをご覧に入れます。最初は雑坂の入れ派という踊りをご覧に入れます。そして次に三人舞という踊りをご覧いただきます。一頭の成人したおじかが目力を求めて山深く分け入りますが、そこへ同じ思いの二頭のおじかが現れ、三頭はたちまち激しい戦いを繰り広げます。精魂尽きるまで戦いますが決着つかず、しかし目力が現れ対岸成就するという大変おめでたい踊りでございます。子孫繁栄を供養と子孫繁栄を願う踊りでございます。どうぞご覧ください。
小山の小百合の花つぼんで開けやりふぐれろやりふぐれろ
ありがとうございました。はい、両山流水戸別市踊りの皆さんありがとうございました。退場されていきますので、会場の皆様拍手でお見送りください。改めまして、行山流水戸別市踊りの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。やっぱ何度見てもね、荘厳な踊りで、はい、そして衣装がかっこいいですよね。かっこいいですし、なんかあの本当に練習を積み重ねたことが伝わるような、うん、はいはいはい、で、もともとね上手だった若い人たちも年を重ねるごとにすごくまた成熟していくというか、まあ、やってない私たちが言うのもなんですけど、見るたびにかっこいいなって思わされて、ね、あのこの季節にやっぱり一度は見たくなるような南三陸町のあの伝統だなっていうふうに感じます。なんか南三陸町も人口が減ってってしまってね、なかなか、まあ、さっきの七福神前もそうですけど、伝統行事が失われていきつつあるのかなと思いつつも、こういう風に若い人たちがね受け継いでやってくれてるっていうのはすごくいいことだなっていう風にも思いますね。はい、あの水戸別市踊りの皆さん、結構あの東北とか町外を越えてですね、こういう伝統芸能を残していこうっていう活動を日頃からされていて、はいはい、そんな様子もちょっと耳に入ってきたりするので、それを結構あのね、今の10代20代とかこう若い子たちが頑張っているっていうことを聞くので、これはあのこれもね、戸倉の方の戸倉地区の方であの受け継がれている文化なんですけど、まあ、南三陸町全体としても知っていただきたい文化かなというふうに思います。はい、あの YouTube 配信でも今見ていただきましたけど、今ね見ながらコメントをいろいろ読んでみたんですけど、結構南三陸町出身で今こっちにいないような人たちがたくさん見てくれてるような様子でしたよ。ね、この初の試みのYouTube 配信、思ったよりコメントいただいたりしていて、ね、あの私たちも ね、ステージ中にちょっと横でチェックしていたりすると、うん、あの綺麗に見えてるよとか、うん、あの見ていて行きたくなったよっていうメッセージくださった方もいて、あの、ね、チャレンジだけどやってよかったなっていうふうに思っています。最後まで楽しくお届けできるように素人ながら頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。ね、地元のお祭りだけどいた時には見たことなかった獅子踊りを東京で初めて映像で見ましたっていうコメントとか、やっぱね町にいたけども今いない人とかが見てくれるっていうのは一番嬉しいかもしれないですね。そうですね、うん、思っていたね、そういう方に届いてほしいなという思いで始めた YouTube 配信が、はい、あとね、なんかコメント欄でアンケートもしてみたんですけど、7割ぐらいの人が南三陸に来たことがあるという人で、見てくれてる人の3割ぐらいはね来たこともない人ということで、これをきっかけにまあね、この時勢が落ち着いた後に街に遊びに来てもらえるといいなと思いますし、来年は町外の皆さんも一緒にこの夏祭りを楽しめるといいなと思いますけども、なんかね花火が間もなく始まります。後ろでも太鼓の準備が始まって、ステージ前とか、花火見れる岸壁側とかもとっても混んできたんですけど、飲食店がねものすごく行列ができているそうで、なかなかね密になってきているようなので、今一度コロナについてのアナウンスをお願いします。はい、今日もう明るいうちからねいらっしゃる皆様にはもう何度も同じ繰り返しでくどいようですが、まあ、今回は新型コロナウイルスの感染拡大防止対策をしっかりした上で夏祭りを実施しようということで、逆にまあそれを皆様に守っていただきながら、なんとか安心安全に終わらせ
られないと、また今後町のイベントがなかなかやりたくてもやっぱり難しいかなっていうふうになってしまうとやっぱり残念ですので、くどいようですが、改めまして新型コロナウイルス感染拡大防止対策についてアナウンスさせていただきます。今年度の夏祭りは町民向けイベントとして開催しております。場内では必ずマスクをご着用ください。食べ歩きや観覧席での飲食は禁止となっております。なので今私たちの前にいらっしゃる皆さん、あのステージの方に出てきていただいた場合はですね、飲食は禁止となっておりますので、大変申し訳ないですがご協力いただきたいと思います。会場中央の大きなテントのところは飲食ブースとして、あのソーシャルディスタンスを保ってですね、机や椅子を配置しておりますので、そちらをご利用ください。そしてできる限り黙食のご協力をよろしくお願いいたします。あのお店の方はですね、どうしても買いたいために並んでしまうと思うので、そこも気持ち距離を空けて、あまりマスクしたまま喋らないで買っていただきたいなと思うんですが、買ってすぐに食べたりしないでですね、飲食ブースまで我慢していただけたらありがたいなというふうに思います。食事後に出たゴミはゴミ袋に入れて指定の回収場所までお持ちください。場内やトイレなどの施設にポイ捨てはしないようにお願いします。もしそこが分からなければ、あの夏祭りの実行委員のメンバーや本部に聞いていただければすぐにお答えできると思いますので、スタッフにお尋ねください。その他、喫煙される方は場内に設置されている喫煙所をご利用。
はい、YouTube の皆さんもお待たせしました。大森創作太鼓の皆さんの準備が間もなく整うということで、そしていよいよそのまんまフィナーレの花火へと向かうんですけど、大森創作太鼓から代表して龍之介くんにインタビューに答えていただこうと思って出てきていただきました。こんにちは。龍之介は、あ、ごめんね、知ってる人だから龍之介って言うけど、もう何年になりますか、大森創作太鼓始めて。何歳の時からやってんだっけ。6年くらい。6年くらい。あ、今もね、一番小さい子だと何歳ぐらいの子がいるんでしょう。5歳ぐらいの子からいるのかな、から大人の人までね。今日は第1部は子供が中心の、ね、パフォーマンス。龍之介はそっちに入る。入ります。あ、入って、で第2部は全員でやって、それに合わせて花火が上がると。じゃあ今日の意気込みを。一部の方は子供たちがメインなので、とても可愛らしい太鼓が見れるので、はいはい、まあ、見てください。第2部は大人とかがメインなので、すごい迫力があるので見てください。 ありがとうございます。ごめんね、急な、ね、私たち2人とも知ってる子がこう、ね、年々こう夏祭りのために背が伸びて。そうなんですよ、まあね、やっぱこういう機会って1年に1回しか会えない人にも会える機会なのでね。ダンススクールの子たちもそうですけど、はい、いろんな子たちの成長を見れて楽しいですね。はい、はい、ということで準備はいかがでしょうか。はい、では本日の2021年志津川夏祭りステージメント最後の団体です。はい、ラストを飾るのは大森創作太鼓の皆さんです。先ほども申し上げましたが、2部構成でお届けします。前半は今てくれたように子どもたちがメインのステージとなります。そして後半は花火の打ち上げ宣言とともに、はい、花火と一緒の素晴らしいコラボレーションが待っております。はい、ということでお待ちかねの大森創作太鼓の皆さんと本当に待ってました花火の時間となりました。まずはお子さんたち中心の第一部の演奏を披露していただきます。大森創作太鼓の皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。
練習してたら練習してたコントラ叩くかからない創作太鼓の皆さんありがとうございます。この後もまだ続くんですけども、花火の打ち上げまでもう3分ほどありますので、ちょっと休憩をいただいて本番に備えていただいて、だいぶ息が上がってきてますね、お母さんたち中心に水分補給してくださいね、暑いですのでね。はい、今急遽ですね、お子さんたち のパフォーマンスの後に花火までお時間あるので、大人の方も参戦してアドリブで2曲演奏していただきました。このあと3曲目がですね、花火と一緒にコラボレーションしてお届けするということになっております。はい、8時になってから打ち上げ宣言とともに花火と3曲目のパフォーマンスが始まりますので、少々私たちがおしゃべりしながらおつなぎしたいというふうに思います。はい、会場もねすっかり日が暮れて暗くなって、本当に今日天気がいいので花火綺麗に見えるんじゃないでしょうかね。もう何日か前、今週の中頃までは曇りかとかちょっと降るかなんて思ってたんですけど、
もう 2,3 日前から晴れじゃんってなってめちゃくちゃ暑かったですもんね今はでもね風が吹いて涼しくなってきて、風があんまり強いと花火ってなんか煙で ね見えなくなっちゃうみたいだけど、程よい風なんじゃないでしょうか。そうですね、あんまりなさすぎてもねちょっと曇り、それもそれで曇っちゃうんですけど、そうだよね、なんか程よく爽やかな風が吹いてくるぐらいなので、YouTube 配信の皆様にも綺麗な花火が見えたらいいなと思いつつ、はい、もちろん会場の皆様にも、ね、去年我慢した花火が綺麗に打ち上がるのを楽しめたらなというふうに思います。2年ぶりだもん ね楽しみになってきたですね会場内、その通り暗くなってきてますので、足元や周りの人に十分注意して行動いただければと思います。お店の方はね提灯っていうか電球がついて比較的明るいですけど、海沿いの岸壁付近はかなり暗くなってきてますので、あとね、あの花火をなるべくいいところで見たいという気持ちはわかるんですが、立ち入り禁止の箇所もございますし、資材とかね足元危険な場所もたくさんありますので、原則っていうか何、あの入っちゃいけないところには入らないように注意していただいて、岸壁はじめ各所に警備員もいますので、必ず指示に従っていただきますようお願いします。はい、コロナ対策もね、あの配慮して飲食とかは気をつけて距離もできるだけ取ってお願いします。はい、ということで、はい、8時になりました。8時になりました。太鼓の皆さんも準備よしというような顔をしてらっしゃいますので、はい、2年ぶりの開催となりました志津川湾夏祭りもですね、はい、花火の打ち上げのお時間となりました。フィナーレの始まりです。はい、ここで志津川湾夏祭り実行委員長の山内正文より花火の打ち上げ宣言をいただきたいと思います。はい、山内実行委員長お願いします。真ん中行きたい。はい、それでは宣言をいたします。2021年南三陸町夏祭り第花火大会の打ち上げです。
定します。Thank you.
まだ上がんないかな。
大森創作太鼓の皆さん、そして花火師の皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。会場の皆さん、今一度岸壁というか海の花火師さんにも聞こえるよう大きな拍手をお願いいたします。花火師の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、2年ぶりですからね。綺麗でしたね。うるっと来ちゃいました ね。感慨深かったですね。はい、あの、私たち始まる前に、まあ、なんか爽やかな風吹いてるからいいかななんて言ってたんですけど、うん、あの花火師の皆さんがですね、あのより綺麗に見えるようにちょっとあのゆっくり煙が途切れるのを待ってね、はい、ゆっくり上げていただいたので、ちょっと時間はあの配信の皆さん時間は押してしまってるんですけれども、はいはい、その分綺麗な花火が見ることができたかなというふうに思います。はい、そしてこの花火をもちまして、今日の夏祭りの全てのプログラムが終了しましたので、このまま、静川夏祭り2021の閉会式へと入りたいと思います。はい、それではこれより静川湾夏祭り閉会式を行います。では静川湾夏祭り実行委員会副実行委員長及川義則より閉会のご挨拶を申し上げます。本日は、本当に多くの、町民の皆さんにお越しいただきまして誠にありがとうございました。まあ、おかげさまで、コロナ禍の、中で、まあ、感染防止対策もございましたので、大変、いろいろなお願い事もたくさんございましたが、まあ、おかげさまで、無事に開催することができました。ありがとうございました。まあ、2年ぶりということもございまして、まあ、これまで、まあ、自粛で、まあ、大変な思いをしている中でございましたが、まあ、せめて子どもたちにだけでも夏の思い出を作ってあげたいというような思いもございまして、我々実行委員会としても、開催することにいたしました。まあ、今日は、子どもたちも浴衣を着て本当に楽しそうにしている、まあ、様子を、拝見しておりまして、まあ、開催して本当に良かったなというふうに、感じております。まあ、来年もですね、来年こそは、フルの、夏祭りを開催できるように、我々も、準備をしてまいりたいと思いますので、また、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。はい、及川副実行委員長ありがとうございました。YouTube の方はね、一時500人を超える皆さんが見てくださいまして、ありがとうございます。はい、会場と合わせてかなりの人数の方にご参加いただいたかと思いますが、この夏祭り開催できたのもたくさんの企業や個人の皆さんの協賛のおかげでございました。協賛企業のお名前は YouTube の概要欄にも書いてありますし、この後エンドロールとして流しもします。はい、はい、コメントもねたくさんいただいていて、あの YouTube のコメント上でも夏祭りを楽しんで盛り上がっていただけている様子が私たちも感じられたので嬉しかったです。はい、いろんなとこから参加してくださったようでね。で、 YouTube 南三陸ナウチャンネルではいろいろな街の情報やイベントや、街の景色なんかを配信してますので、ぜひご覧の皆様や会場の皆様もチャンネル登録をお願いできればと思います。この映像もアーカイブで残りますのでね、何回も花火楽しんでいただければと思いますので、一旦というかここで YouTube の皆さんとはお別れしようかなと思いますが、大丈夫ですかね。はい、では YouTube の皆さんにお別れしたいと思います。今日は、ご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ落ち着いたら南三陸に遊びに来てください。はい、お待ちしております。